まあもちろん、はい、来ましたね、覚醒。イニシャル D 6台設置されてますよ。音がええな、これすごいですね。おー、ダメなのか。運転が上手くなりたいな。お、なんかこっちの台はよくこの狙いが来ますね。はい、あ、ドリフト目出現でまたチャンスゾーン突入のチャンスとなります。ネクスト、続け、あー発展。チャンスゾーンがまだ1回しか見れてないので、その他のチャンスゾーンを見てみたいところですけどね。おいた、ドリフト目はまあまあ強いんじゃないかな。これでこちらの台はドリフト目からのチャンスゾーン突入が2回目と思いきや、レジェンドラッシュ直行、直撃でしたね。ここは設定差あるんじゃないですか。っぽいですね。なるほどなるほど、気持ちいいですね。これは気持ちいい。2回目の AT いきます。ってことは、まあドリフト目ってその、あ、そっちもチャンスですね。あ、それもドリフト目ですね、はい、こうですね。ドリフトルーレット、ドリフト目は引くタイミングで揃った時の、まあ、成立した時の恩恵が異なるという感じ。チャンスゾーン中だと AT 当選が濃厚になったりとかですね、あるんですけど、ちょっと弱いか。まあ、連続エイト成功でチャンスゾーンなんでしょうけど、ね、こっちはね、こうレジェンドラッシュ出てきましたので、もしかしたらそっちも、はい、でーおーチャンスゾーンですね、一旦、はい、あ、こちらはレジェンドチャレンジということで、はい、チャンスゾーンですね。行きます。さあ行きましょう。まずはどのチャンスゾーンが選ばれるか。あ、弱いスピードスターズ、まあちょっと一番弱いステッパー公式のチャンスゾーンですけど、ね、まあでもさっき僕はここから当たってますからね、ですね、ダメっぽいですね。お、これは、お、無限無限インフィニティ、うえうえ、当たりますね、当たりますね。さあもう確定したので、じゃあこっち行きましょうか、はい。2回目のレジェンドラッシュ、一応突入画面ではエンジンレベルの試算も行っているということですね。まあ、この青い背景がデフォルトということで、ただの AT という感じですね。素晴らしい、いやいいですね、インフィニティ。楽しいね、これ、はい、これはおすすめですよ、この AT 機は。やっぱ特に車好きな方なんかは帰りちょっとこう音にワクワクしますね、ね。お互いここまで2セット目に突入させれてないですので、はい、ちょっとどちらかは ね、 そうですね。あ、次回予告出てきましたよ、予告出てきました。まあここはもう間違いないと言っていいんじゃないでしょうかね。軽木めっちゃ綺麗、はい。でここもですね、バコアンド左右キーということで勝利期待度の高い相手になります。いやご機嫌だな。お、私もわすごい、いけるいける。一応対応役というか、まあ、弱点役がチャンス目ということですね。さあ、こちらも継続濃厚というところなんですけれども、一応ですね、このレジェンドバトルでジャッジが行われた後、
勝利の時にウィンって出るじゃないですか。一応そこでも設定差が見れるかもっていうところです。お、今パネルがフラッシュした。はい、まあ、当然ここは継続となるんですけども、この後ですかね、次か、はい、このウィンの時にこのサブ液晶をタッチするとこう色が変わって、まあ、色でこういろいろまた設定の方をさせてくれるということで、まあ、今回白なんで特にという感じですね。あ終わったんですか。まだ分からないですけどね。まさか。おお、あ、終わった。あ、出ましたね、なるほど、まあ、こんな感じで終了画面でも一応設定してありますと。すごいですよね。だからボーナスでも設定した出る、まあ、継続でも出る、はい、終了画面でも出る、まあ、もちろんトロフィーもある。でボーナス中 の獲得枚数でも86とかね、85とかっていう枚数で下がある。めちゃめちゃ設定した出るな、まあまあ出ね、はい、これはいいですよね、うかうか1ばっかり使ってられないですね。確かにちゃんとホールサイドとしてはそうですね。そうですね、はい、2セット目いきます。あ、エピソードに突入しましたね。あ、ボーナス当たってた、すげえ。で今レジェンドバトル中にボーナスに当選しましたので、ここ今エピソードと出てますけど、エピソードに突入します。でエピソードって何かっていうと、エピソード中はドリフト目とか、まあ、レア役を引くことで覚醒に入る可能性があるんですよ。その覚醒っていうのが上乗せ特化ゾーンです。なので、まあ、まずはボーナスを消化して、その後のエピソード楽しみですねというところですね。で今回は AT 中のボーナスなので、消化中はゲーム数の上乗せ抽選行われます。これが AT 中のボーナス初めて引いたので、 AT 中だからハイパービッグなのか、エピソード確定してるからハイパービッグなのか、すいません、分かりません。ただボーナス自体はあのビッグボーナスですね、はい。さあ、ここはですね、終了後にエピソード突入となるんですけれども、エピソードは結構何種類もあって、そのエピソードの種類によってエピソードの継続ゲーム数も違ってくるということですね。基本的には20ゲームのエピソードが選ばれることがほとんどなんですが、エピソードの種類によっては30ゲーム継続で覚醒がもう突入濃厚だったりとかですね、そういったものもありますということですね。はい、これでボーナスが終了で、さあこの後エピソード突入となります。スペシャルエピソードで、マコ&サユキのエピソードの場合は継続ゲームが30ゲームで、消化中は覚醒への抽選が行われている、覚醒突入抽選が行われているというものになります。でちなみにもう内部的に覚醒に当選している可能性もあるんですけど、この覚醒がもし内部的に当選している状態でボーナスを引くと、その後訪れる覚醒がさらに上位の覚醒になって出てくるということで、上乗せ性能がアップするということです。なので単に上乗せ特化ゾーン覚醒といっても、覚醒自体も種類があるということですよね。はい、これでエピソードはゲーム数消化になりました。で2セット目ってことは覚醒はなかったってことですかね。そういうことですね。多分覚醒に当選していたらエピソードの後覚醒が出てくるんだと思います。2セット目、あ、それ当たってません？綺麗な目、それ当たってますよね。一応リプレイにはなってますね。あ、そうそう、当たってます。軽っ。ラストジャッジ、いけ、いかんのか、
少し。終わってしまいました。獲得枚数2セットで383枚という結果です。ネクスト、ネクスト、もう一丁ネクスト、はい、ネクスト8点。赤いですね。これは3回目まで行ったからか。おお、いきなりチャンスゾーン行きましたね。ドリフト目から、チャンスゾーン突入になります。ブンタボンかインフィニティドリームが欲しい。またこれしか出てこん。スピードスターズ行きますよ。ドン、あ、行きましたね、はい、チャンスゾーン。あれ、お、あ、全部ボタンだ。お、それは熱そう。何が選ばれる。ややスイカ来た。おお、ベルだ、強ベル。ラッシュ直行。あ、チャンスゾーン見たかったですけど ね、 そ う、 ですね、そういうことなんですね。いやでもやっぱなんか近いですね、ボーナスもラッシュも、ね、だからボーナスプラス AT の合算見たら6はやっぱりめちゃめちゃ高いんだろうなと思いますね。本当に、はい、とにかく AT に入りま す、 です、ね、6しか知らないですけど。そうですね。あれ、これレインボーじゃない。またレインボーになってますね。おあ、歌も流れてました。お、一番弱い特化ゾーン、あ、一番弱いチャンスゾーンですけど意外と当たるな。そうですね、これは自力ですからね。そうですね、おそらく。はい、さあここまで AT 突入は順調ですけど、とにかく手玉がしょぼい特化ゾーンがないということで、3セット以上できれば覚醒までみたいですね、はい、どちらか。なんか突入画面が違う。もう、あ、ですね、突入画面は AT レベルの質差が行われています。で、まあ、緑は下から3番目、まあ、中間ぐらいですかね。その詳しい中身は分からないんですけど、まあ、もちろん AT レベル高い方が楽しい AT になるということですね。楽しい AT になる、まあ、出玉というか継続に期待が持てるということでしょう。まさか3連続単発とか、トミさん、ちょっとそれは避けないといけない。頼むよ。おい、あら、またあった。こちらもレジェンドバトルに突入です。ここは何も出ないのか。あら、しょ、いやー、あー弱い。あー、マジか。マジっすか。終わった。ネクストフラッシュバック、フラッシュバック、フラッシュバック2。これステップアップ演出みたいな感じですかね。おお、フラッシュバック3までいった。これは弱点目出現というよりも継続に期待していいんじゃないですか。かっこいい。モードアップ、あ、これ、あ、弱点目もついてないですね。まあ、継続期待度アップという感じでしょうけど、ちょっとこれがどれくらい強いのか分かんないですね。さあどうだ。あー、ダメなの。夏休みのバイト代ぐらい。なかなかっすね。なかなかですね。少し興味が出てきた。104枚、よう当たるけど。今度はいけ。ダメなんかい。おお、違うやつ見せてください。違うやつを。もういらん。
スピードスターズはいらん。あ、お、これ初めてです。いいですね、いいですね。CR、イニシャル T、あのパチンコ演出ですね。そうですね。まあ期待度的にはさっきのスピードスターズの月ぐらいで、あんまり高くないんですけど、まあでも初めてのチャンスゾーン。ありがとうございます。あ、パチンコやん。パチンコやないですか、もうそれは。いいですね。保留もちゃんとあってね。白保留、青保留。ですね。先読みですか、同色は。パチンコ系なんで、もちろん図柄が揃えば当たりっていうことでしょうね。最近のパチンコもこれくらい演出がシンプルだったらいいのにな。おお、当たった。いや、良かったです。今日初のチャンスゾーンで、初のステージで再抽選。再抽選は何の意味があるんだろう。なんか違うんでしょうね。ですね。でまた、はい、お見事です。いや、でも当たりはやっぱ早いな。早いですね。とにかくトミーさんの AT は全部単発なんで。そうですね、1回だけでいいからちょっと続いて、もう頼みますよ、そろそろ。そんなに続いてくれませんか。いやー、本当嫌ですよ。あー、厳しいな。でも本当に100ゲーム以内でのハマりがないぐらいですね。そうですね、ポンポン当たりますけどね。いかんせん単発単発単発、それが6なのかもしれませんね、本当に。ただボーナスと AT が絡むシーンがまだ1回しかないので、ここがやっぱり僕らが今日ちょっとうまくできてないところかなと思うんですね。6でもやっぱり AT 中にボーナスを引くことでまた2セット目3セット目というところをいけるし、エピソード絡んで覚醒なんかっていうこともあるでしょうから、まあ、やっぱりボーナスをいかに引けるかでしょうね、 AT 中に。はい、さあそろそろ行きましょうかね。レジェンドチャレンジ、スピードスターズ以外が見たい。おお、お、分太ゾーン入りましたね、まあ、期待のハテナなんですが、この分太ゾーンなんと成功すると確定突入、いけ、特化ゾーンがついてくるってやつです。成功したらですね、いけいけ。いや、これは生かしたい。今日特化ゾーン1回も見れてないし、わあ、なんか違う。確か、あ、私も新しいゾーン行きました。チャンスゾーン、ドリフトゾーン。あ、ドリフトゾーンは6択の押し順当てですね。おで、こちら分太ゾーンが一発告知となっておりまして、しラスト4、一直線にベルが揃えば正解です。演出は強いけど、なんか引いたんじゃないですか。ハテナでも出てないですもんね。あ、ベア引いた。あ、強ベル。おー、それは当たりですね。よーい、お見事。さあ、こちら一発告知なんでね、はい、どういう演出が発生するか分かりません。波乱、波乱みたいですね。バジリスク、懐かしい、はい、バジ2ですね、はい、山の雨などが。それそれそれ。おお、一発告知なんで、これはもう当たりってこと。まだ、あ、当たってないんだ。でも今のはチャンスアップじゃないんですか。そう、え、ラスト1、ラスト、最後まで引っ張ったパターンじゃないんですか。いけ、よし、行きました。これで特化ゾーンがついてくるはずです。お、まあ、もちろん、はい、来ましたね、覚醒。
さすが。いやーよかった。でここはまあ10ゲームの特化ゾーンなんですけど、まあ、前役でマイゲーム上乗せ抽選されてますというところですね。この覚醒はですね、基本的にまあ初期ゲーム10ゲームからスタートして、10ゲーム消化後は転落抽選で終了しますと。転落抽選に受かるまでですね。でこの覚醒中にボーナスを引いた時が結構すごくて、もしこの覚醒中にボーナス引いた場合は覚醒が再セットされるので、またこうそこから上乗せトーンが始まるという感じですね。で今ヒロムのこの覚醒がデフォルトで、さらにブンダの覚醒なんかもあって、上位の覚醒に行けばまあ、さらなる大量ゲーム数の上乗せに期待が持てるということで、まあ、覚醒の中では通常の覚醒を今消化してます。残り3ゲームですけど、まだ20ゲームしか乗せれてませんよ。これで30。さあ10ゲーム消化で今終了画面出ましたね。30ゲームだけ、30ゲームだけでした。まあちょっとね、初めて消化する特化ゾーンだったので、平均がどれくらいかとか、今のが下手くそなのか普通なのかは分かんないんですけど、まあ、決して上手ではなかったですね、僕の特化ゾーンでしたけど。はい、もうデフォルトです、トミーさん。それもうそれは設定6の宿命なのかもしれません。まあ、はい。いやまだ分かりませんよ、次のレバーオンまで。あ、お疲れ様でした。さあというわけでトミーさん、はい、終了になります。まああとはこの AT がどこまで続くか、ね、どんな AT になるか。ただ覚醒はありましたけど、次のセットを迎えれるかどうか分かりませんからね。せめてボーナス引きたいですよね、 AT 中に。おお、チャンス目引いた。結構今回の AT 上乗せは順調ですね。先ほど、まあ、最初に言ったんですけど、恋愛役で上乗せ抽選とボーナス抽選両方されてダブル当選ありますので、チャンス目からここはボーナスのチャンスもと言おうとしたら当たってなかったようですね。はい、はい、レジェンドバトルいきます。おお、生じ信号。まあまあさっき負けてますんでね、はい、ここはチェリー引いて決めたいな。割るなよ。はい、はい、というわけでですね、まあ獲得枚数は100枚以下から300枚台までと、まあ、非常にこう小さい当たりを繰り返したんですけれども、結果設定6ということでですね、非常に初当たりは軽いですね。100ゲーム超えた時点でなかなか当たらなくなりましたねっていうぐらい軽快な当たりが見れてたので、はい、まあ、これがおそらく設定6の特徴なんじゃないかなとも思います。とにかくチャンスゾーンからもよく当たる、直撃 AT もある、ボーナスもよく引けるということで、ストレスなく通常ゲーム回せるんですけれども、反面 AT が伸びづらい傾向にあるのかなっていうのは正直な感想でございました。というわけでイニシャル D、 ちょっと他の設定もねまた打ってみたいところですけれども、今日はこの辺りで終了したいと思います。はい、はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。というわけで今日はですね、お互い初打ちのパチスロイニシャル D、はい、設定6の方を ね打たせていただきましたけれども、当たりはめちゃめちゃ軽かったですね。もう100超えてハマってますねっていう感覚でしたから、100超えていや当たんなくなりましたねって言い出したんで、まあそれぐらいこう数十ゲームでポンポン、ね、AT もありチャンスもありボーナスもありということで、通常時は非常に楽しかったです、はい、ただ AT がですね、最高継続1セットですよね、はい、僕も最高継続2セットなんですよ、はい、ってことは
そういうことなのかなってちょっと思ったりもしたんですが、まあ、まだ言うてもね、ゲーム数は浅いですから。そうですね、もうちょっと回していけば塊なんかもやっぱりしっかり見えてくるのかなっていうようなイメージも持ってましたけども、まあ、とにかく通常時の当たりの軽さは本当に確かに素晴らしかったですね、6台ありますんでね、キコーナ川西釧路店さん、そうです、まあ、この辺にお住まいの方はぜひあのこちらのキコーナ川西釧路店さんで、売っていただきたいなと思います。そしてオープニングでも触れましたが、こちらキコーナ川西釧路店さんのジャグラーシリーズ、ものすごい装飾がされてます。はい、しかもですね、36台一島丸々ニューアイムジャグラー EX 導入完了ですので、はい、5号機のジャグラーシリーズも6号機のジャグラーも楽しめるということで、まあ、またこの川西市内お近くにお住みの方はですね、ジャグラーシリーズ打ちたいという時はぜひこのキコーナさん見ていただきたいなと思います。お願いします。はい、さあというわけでですね、今回昨年12月26日にグランドオープンしたばかりのキコーナ川西釧路店さんやってきました。でまだまだですね、グランドオープンして間もないお店でありますが、まあ、早速寝台入れ替えも行っておりますし、話題の新機種も続々と入ってきておりますので、はい、ぜひですね、兵庫県内あるいはこの関西地方にお住まいの方、お近くにお寄りの際はぜひ一度寄ってみてください。ぜひ見に来てください、この装飾も、はい、いや本当にすごいですよ。直接ね、見ていただかないとびっくりしました。伝わらないと思います、ね、本物のドラムがありますね。島の上には登れないですけど、はい、トミさんの方から何かお伝えしておくことありますか、2021年の。ですね、まあ、特にこの川西エリア、はい、この釧路店がオープンしまして、キコーナが3店舗川西にございますので、はい、やっぱりそのもちろん釧路店もお越しいただきたいですけども、キコーナ川西、キセラ店、多田院店、この3店舗をですね、どうぞご贔屓にいただければなというふうに考えておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。